日ハム2年連続最下位です。5年連続5位以下です。この球団はポジられている理由。いいのいいの、もっと煽られてもおかしくないやろ。高校野球のスターが多い。本来クソ無能やけど、日ハム関係の話題は札幌ドームが全て引き受けるからな。殺度に感謝すべき。どうせ今年も最下位なのにファンウキウキでうざいわ。巨人とか中日と一緒で弱くて当然の球団とかみんな叩くほどの興味ないんや。ハムファンってか新庄信者って今はなんて言ってんの。就任会見段階から新庄1年目は種まきで2年目に優勝を目指すみたいな言い方してたのに、さすがに優勝までいけずとも A クラス争いまで食い込むのかと思ったらそんなこともないし、イライラしながら願ってみるよりいいんじゃね。これから強くなる球団だから。10年くらいいる謎外人は何なんや。中日と一生上がり目しかない2020年はクライマックスシリーズないので、優勝なくなった時点で2位以下は一緒とする。中日かハムどっちかは3年連続いけるか。結局今までの血も涙もない放出路線はほとんどが金の問題だったからな。自前球場でまともに稼げるようになったらそらポジるよ。おハムはすぐポジるから、加藤豪介でもポジり倒してたし、さすがに今年が一昨年みたいにシーズン通して最下位なら叩かれるやろ。去年は7月に失速するまでは4位争いして一応はファンを楽しませたわけやし、日ハムとかヤクルトって唐突に順位上げてくるもの、前シーズンや事前の予想とか関係なしに。2年連続最下位役割、2年連続日首里とか中日ハム見てたらどう考えてもおかしい。噂は流出したから普通に戦力ダウンしてるよねこれ。オリックスみたい、ちょっと投打に花がないけど、育っても即ポスティング要求されるし、一生優勝できんやろ噂は認めたんあかんわ。ご視聴ありがとうございました。